ご飯、唐揚げがついて、こんな感じの漬物、鶏白湯のラーメンです。生まれも育ちも京都のおっさんが京都をメインにたまに全国各地でうまいものを紹介する元祖京都食レポチャンネル。チャンネル登録お頼申します。京都へおいでやすどうも店京都、あきです。はい、本日はただいま深草下川原町にいるんですけども、そちらに一軒の親父がやってるラーメン屋がありまして、昔ね、もう4、5年前に一回ね、そこのお店のつけ麺食べ放題を配信させていただいたことがあるんですけども、今現在はもうその食べ放題はやめられてまして、普通のつけ麺とラーメンを販売されてるんやけど、ほんで前プライベートで僕が食べに行った時に、そのラーメンをですね、もうかなりあの作り方を変えて、味もブラッシュアップしたんで、ぜひ食べてほしいということで言われまして、ほんでわしもまだ頑張りたいから、ぜひ撮影もしてほしいということで、はい、お話しさせていただいたんで、今からそちらのラーメン店に向かわせていただきたいと思います。そちらのお店ではね、僕もラーメンは食べるのは初です。はい、ということで今から早速向かっていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。そしたら行ってくるぜ。ゴーゴーゴートリプルゴーレッツゴー、行ってきます。そしたらやってきましたよ。今日は深草下川原町のこのマクドナルドの向かい側、はい、いやー久しぶりですね。まあプライベートで今来てるんですけどね、横の中華料理屋もこれええ匂いしてるな。今日はこっち側ラーメン中房さん、ラーメン食いに行くわ。うまそうやな。ふさふさ定食です。トシちゃんの唐揚げもあるし、はい、いろんなのがついて、ラーメンがついて、ご飯、これカレーに変更もできるそうです。950円、激安ということでやっていきましょう。今日は深草下川原町の中房さん、はい、ラーメン食いに行きました。ほんで今日はね、気になるふさふさセット、しんちゃんの唐揚げもついてますということで、夜ですけどがっつり食らっていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。これがね、また激辛でうまいんですよ、このニラがね。しゃあ来ましたよ。そしたらふさふさ定食950円、ご飯、今日はもう夜なんでちょっと少なめでお願いしますけど、ご飯ついて、唐揚げがついて、こんな感じに漬物ついて、あとこれがね、鶏白湯のラーメンです。うわ、結構濃厚になってるでしょこれ。濃厚鶏白湯で肉もたっぷり、ということで食らっていくぞ。うまい。嫌味のない鶏パイタンですね。これむちゃくちゃうまいわ。結構あっさりしてるんですよね。いい香りや。またまた一気にスープを飲んでしまいましたけど、チャーシュー、もやし、たくさん入ってますよ。麺いきましょう、麺。細麺ですね、細麺。
ほら、ここで麺バーゲームじゃん。このスープにむちゃむちゃ、チャーシューいくぞ、チャーシュー、しっかり味の染みたチャーシューうまいわ。まずこんだけついて、これで950円ありへんわ。カラウマのトシちゃんの唐揚げ、これいくぞ。つわー、これは間違いなくうまいやろ、これ。うまい。ご飯の進む唐揚げ、もうしっかりね、味付けされてて、タレもついてる。この油淋鶏みたいな甘いタレがついてるんで、ご飯が進む。で、あとこれからしニラ、これをねラーメンに入れるとめちゃくちゃうまくなるということで、結構辛いんですよ。ラーメンにトッピングしてこのままいきますけど、うまっ。これぐらい辛いとうまいな。よし、この鶏っぽいタンスープにむっちゃうわ。このニラポイントやね。ラーメンの味を崩さない、はい、むちゃくちゃラーメンの味と合うニラ。うまい。あ、これハマるで。パスが良くなりましたけど、そうですね、気をつけないといけないです。ああ、うまかった。めちゃくちゃ食べやすいわ。この味変のニラとむちゃくちゃ、ほんま辛いんで入れすぎ注意ですけど、僕みたいな辛いの好きな人間は最後です。いや、むちゃくちゃ大満足、美味しかったです。ごちそうさまでした。よかったです。はい、ということでごちそうさまでした。暑いわ。あのニラ入れたらむちゃくちゃ暑い。激辛、もう辛いの好きな俺にはたまらんあのニラでしたね。ほんでね、ラーメンもほんま大将と話したけど、むちゃくちゃブラッシュアップされてて、鶏感が強力で、簡単に言ったら天一のこってりの味をまろやかにした感じ。ほんで濃度をさらっとした感じで、いやー、うまかったですね。スープまで飲んでしまいましたけど、これはほんまにね、あの店に見かけによらずむちゃくちゃ美味しいんで、はい、皆さんぜひ食べに来てください。ほんでまたね、料金もむちゃくちゃ安いんで、はい、ぜひ皆さんよろしくお願いします。大将もいい方なんで、はい、ぜひ食べに来てください。僕もまた来たいと思います。ということでごちそうさまでした。それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ご視聴いただいている皆様、愛してます。ありがとうございました。なんか激辛食うたみたいに汗かいてるけど、ほんまに辛いからあんま入れすぎ注意で、はい、皆さん食べに来てください。ありがとうございました。